分子コーラム感想速報。最新695話箱感想速報。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は最新695話箱感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので単行本派の方はご注意くださいね。情報戦によって誇張軍の大軍を下し、見事に勝利を収めた歓喜軍。兵たちは自分の逆転勝利という端的な情報を聞いて喜びますが、投降兵の人数を把握しているマロンだけは想定外の捕虜の多さに頭を抱えています。歓喜が捕虜の人数を知った時、彼はどのような反応を見せるのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1. 幹部最終決。誇張軍相手に勝利を収めた歓喜軍では、歓喜兵が降伏した誇張兵を連行しており、その裏では各地に散っていた歓喜軍の幹部が合流を果たします。合流した国王と隣国の会話によると、どうやら国王は誇張軍への反撃時に龍府へ深手を与えたらしく、取り逃がしはしたものの傷の深さから龍府は退却中に命を落とすだろうとのこと。龍府は誇張の死後、8000の兵を率いて猛攻を継続していたはずなのですが、敵の包囲攻撃から生還した直後に彼を返り討ちにするなんて、激怒した国王はゼノウ一家に匹敵する強さなのかもしれませんね。2. 浸水変わらず。幹部の話題は歓喜の策へと移り、彼らは奇策を用いて誇張軍に勝利した歓喜の知略を絶賛します。歓喜の策の全容が分かった今、幹部らは自分たちがおとりにされたと知ったはずですが、誰も恨み事を吐かないというのはさすがに違和感を覚えますよね。幹部の反応を見ていると、やはり彼らは以前考察したように歓喜への疑念を抱かぬよう彼に洗脳されているように思います。特に国王はおとり役として最も被害を受けたのに、歓喜からの信頼度の序列ばかり気にするなど、他の幹部と比べても歓喜への盲信ぶりが一段と凄まじいですよね。隣国と国王が歓喜の翼で盛り上がる中、マロンだけは深刻そうな態度を崩さないため、隣国がマロンに理由を問います。国王も冗談なのか否かを判断しづらい発言でマロンを元気づけようとしますが、マロンは国王に冷たい反応を返すだけで、自身が抱える問題については濁します。国王と隣国の様子を見ていると、戦の後に歓喜への疑念が残ることはなさそうですが、裏切りやすい気質を持ち、頭の切れるマロンだけは、歓喜の本性を知ったことで、歓喜軍における今後の身の処し方を考えるかもしれませんね。3. 飛信隊への命令。歓喜軍が誇張軍への勝利に沸くのか。左の戦場では、飛信隊が未だに誇張軍との激戦を繰り広げていました。飛信隊は永久を攻略したものの、その先で誇張軍に行く手を阻まれており、誇張撃破の情報を得ていないこともあって、疲弊した身で奮闘していたようですね。そこで突如、戦闘中だった誇張軍が一斉に交代を開始したため、李信らは何が起きたのか理解できず、呆然と敵を見送りました。歓喜軍の伝令バインから、誇張軍撤退の理由が説明され、飛信隊はようやく、誇張の首都歓喜軍の勝利を知ることとなります。バインが伝令を終え、その場を去ろうとした時、ナキが彼に歓喜軍の被害状況を問います。彼は歓喜軍内では裏切り者扱いらしく、バインはナキに釘を刺しながらも、歓喜、マロン、国王が無事という情報のみをナキへと伝えます。4. 箱の正体。歓喜軍の幹部らが歓喜本陣に到着するも、歓喜はすでに別の場所へと移動した後でした。彼らは歓喜が使わした伝令に従い、ライドが見つかったとされる地点へ向かいます。幹部たちが指定された場所に到着すると、そこには歓喜の姿があり、彼は到着した幹部たちに目を向けず、無言で自身の前方を指さします。そこには、多数の歓喜兵の生首が無造作に並べられていました。幹部たちは、並べられた首の中からライドの首を探しますが、彼のものらしき首は見つからず、どういうことかと歓喜に問いかけます。歓喜は幹部らの問いに対し、見るべきは首ではなく、箱の方だと指摘。箱の存在に気づいた幹部たちが蓋を開け、恐る恐る中を覗き込むと、中に入っていたのは、解体され、無残な姿となった、ライドの遺体でした。5.
先の解説。箱の中身を見たカンブラは、解体された遺体に驚き、遺体がライドのものであることを認識すると、絶叫や嘔吐などの反応を見せます。幹部たちが動揺する中、サキ一家が現れ、胡蝶兵から聞き出したライドの顛末を語ります。サキによると、ライドは胡蝶に捕獲された後、尋問の一環で生きたまま解体されるも、歓喜の策の情報を一切漏らすことなく言ったとのことです。サキの説明を聞いたマロンは、ライドは歓喜の策の内容を知っていたため、彼が尋問に耐えかねて情報を吐いていれば、歓喜軍の勝利はなかった、とつぶやきます。三撃の足音。サキの説明を聞いた歓喜兵たちは、ライドの男気に涙を流しますが、対照的に、歓喜はライドの首を撫でつつ、自身の命令を無視したライドを笑います。確かに歓喜は、トギコを通じてライドに交代を命じていたので、彼の悲惨な末路は、独断専行による自業自得と言わざるを得ません。国王は怒りの表情を浮かべて、先に、ライドの尋問な下手人が誰かを問いますが、大将の胡蝶は歓喜の前で自陣しており、尋問官も歓喜軍の復讐を恐れて、一面を除き、自ら果てたとのこと。先の報告を聞いた歓喜は、先にではなくマロンに何人だと問いを投げかけます。歓喜がマロンに人数を聞いたということは、彼が知りたいのは、ライドの仇の人数ではなく、胡蝶軍の捕虜の人数で間違いなさそうです。史実に基づいて考えると、捕虜の人数は10万人になりますが、歓喜は捕虜の人数を知った後、どのような反応を見せるのでしょうか。今週の注目ポイント。今週私が気になったポイントは、歓喜の感情です。彼は、今回の戦で胡蝶討伐を成し遂げるために、自分をおとりにする奇策を用いました。幹部にすら策の詳細を伏せており、救済策も用意していなかったことから、あらかじめ幹部が何人か犠牲になる事態を想定していたはずです。にもかかわらず、ライドの死を目の当たりにした時の歓喜は、幹部の犠牲を前提にした策を用いた男とは思えない反応を見せましたよね。トギコを派遣してまで、ライドにのみ交代命令を与えていたことを鑑みると、歓喜にとって幹部たちは雑魚地ではなく、ライドは特別な存在だったのかもしれません。もし、この説が当たっていたなら、歓喜はこの後、ライドを奪われた喪失感を埋めるために、大量の捕虜を、壮絶な方法で地獄に送ろうとするかもしれませんね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。